て。はい、こんばんは。はい、コラカスです。今日はちょっと新しくね、はい、今度から取り扱いさせてもらおうと思ってチェイスカンパニーで。あ、そうなんですか。こちら、はい、ジムニーの紹介をさせてもらいます。はい、いきなりやけど、はい、新車めちゃめちゃ売れてんねん。納期1年と1年と来ますよね。相変わらず言うよな、はい、これ、まあ、デビューしてからのかれこれも今まで2年3年なんか2年か3年ぐらいですよね。なんだけど、はい、未だにやっぱり納期がまだ1年ぐらいっていうのがこういつも聞こえる言葉で、ね、うん、でやっぱりそんなこんな営業ちょっとも仕方ないんで、はい、チェイスカンパニー今度から、はい、新車のコンプリとかやっちゃうんですよ。販売をさせてもらおうと思います。はい、ちょっとまずはこのプロの、はい、こちらね、グレードが XC になるんですよ。はい、XC って何ですかって言ったら、一応ジムニーの中で一番最上級のグレード。ああ、一番いいやつ。はい、はい、こちらヘッドランプ LED、 こういうのからちょっと最上級のグレードはついてある。タイヤがやっぱり細いよね。いくらこの XC、アルミホイルも入ってるんやけど、うん、そうですね。どうしてもこうしょぼく見えるというか、ちょっと頼んない感じしますよ、ね。これを今いじるとどんな雰囲気になるのっていうのを最近すごく思ってて、はい、コンプリートをさせてもらうということは、はい、まあ、ノーマル販売もやるんだけど、まあ、かっこよくしないとね、やっぱ意味ないですよね。かっこよくしたい、はい、でかっこよくしたいということで、もう一台実は用意してます。なるほど。それがこちらです。行き過ぎやろ。ちょっとジムニーですか。ジムニーですか。同じくこれもジムニーなんですよ。なるほど。これもグレード XC になります。はい、たださっきちょっと見てもらったヘッドランプ、はい、これも実は変わってます。え、お前なんか違う。 LED の形が違うんですよ。うーん、この中にウインカーも入ってるんですね。ないっすもんね、ここに。そうなんです。この先ほどの部分で言ったら、はい、向こうの見比べると、はい、ウインカー入ってますよね、この部分ね。はい、それはもうこっちにはないんですよね。ほんまや、チュッとしますね。はい、ちょっと一回つけてみるかな。はい、お、ついたでしょ今。お、どう、すごくうと思いません。でもこの辺ですごい最新型の輸入車多いですもんね。そう、その通りね。っていうのが配合されてるんですけど、こちらのお車、はい、こちらのお車は K ファクトリーさん、 K ファクトリーさん、はい、というメーカーさんが出されている、はい、エアロオーバー、ここ書いてますもんね。そうです、ここに書いてあるとエアロオーバーさん、はい、こちらのエアロパーツもコンプリートフルキット、はい、こちらはなります。デモカーですね。でこちらはちょっと今回お借りしたんですけど、はい、内容がすごすぎてもう天候もレースでいつもどれかその車で耐えるんかなぐらいの感じで飲みたくさすぎて。その通り、ね、ジムにここまで変わるかっていう、うん、でまあちょっと話変わるんやけど、新車のコンプリートカーとしては、はい、うちはジムニーのシエラでこちらをさせてもらおうと思って。なるほど。でちょっとすごないかっこよない。めちゃめちゃかっこいいで、こだわりすげえくない。すごいっす。ちょっとしたこだわり、まずちょっとしたことやね。ノーマルトに比べるとすごい分かるの、はい、ここのボンド、まあ、当然このピラーの A ピラーの立ち上がってるところ、はい、これも全部オリジナル、オリジナルなんです。そういう細かいゲートまで入れられてるんですよ。で、うん、まあ、ここのモールはこれは黒は黒なんだけど、はい、この横にもモールが今貼ってあるんです。ここですね、薄いやつ。そう、ここ、ここ、これ純正には何もないんですよ。純正にはないのが貼ってある。すごいでしょ。こう、まずここもでもそうですもんね。まあ当然ここも。その前にね、まずボンネット。そう思ってたんですよ、さっき見比べと。何気に、なんでこんなに違うのってこうみんな言うんだけど、はい、何がどう違うの。このボンネットがすごい。ノーマルのボンネットはボンネットなんですよ。結構ね、はい、パンパンパンと打つと怒られるけど、はい、すいません。K 社長に怒られるんだけど、はい、ここはノーマルです。はい、一緒です、うん。そっちのと見比べても、はい、この真ん中、これですよね。これです。この部分です。この部分が乗っかってるんですよね。まあ両面テープでビシャッと貼ってある。純正っていうの分からんくらいのこうね、クオリティというか、はい、そのデザイン性というか、これすごい話ですよね。で、まあ、この当然ボンネットがありきの、はい、ボンネットというと真ん中だけかぶせるボンネットです、
で、このグリル、はい、ちゃんと S マーク残してくれてる。ね、よくありがちなのはね、あのね、こう3本足の、うん、そうそう、それに変えられる方多かったりもするんだけど、あえて好きですよと、はい、分かるような作り方になってます。これもかっこよな、このプレスラインとかもかっこよく決まってるよね。決まってます、めちゃくちゃ。ここのね、はい、メッキのモールもこれまっすぐ貼ってあるんだけど、はい、横から見たらラウンドがダンドになってる。ただのまっすぐじゃないの、こうなんですね、真ん中膨らんで、そう、ちょっとしたことやねんけど、ここのこだわりがまたすごい。いろいろ僕入ってきてからいろいろ見させてもらったんだけど、はい、一個一個にやっぱりこだわりが入ってて、すごい、うん、作り方とその作り手の要は何ていうのかな、まあ、考え方がすごく見えてくるというか、で今日ちょっと説明もさせてもらったけど、まあまあこれフロントバンパーも違うんですけどね、はい、そのオーバーフェンダーに合わせて作ってあるワイドボディフローになってあるんですけど、はい、ここのクリアランスもね、すごいんですよ。実はこれ、まあちょっと某本ちゃんの車中とか、これどう説明したら分かりやすいですよ。まあもう分かりますよね。まあまあ見たら分かると思うんですけど、はい、この雰囲気は ね、この雰囲気は分かると思うんですけど、はい、ここのクリアランスもしっかり取れるように作られてるんです。これはさっきおっしゃった、びっくりしました。はあ、なるほどなと思って。で、ここで横に入るとこのオーバーヘッド。これも綺麗ね、すごく綺麗ですね。綺麗やろ、はい、で、ちょっとそっち回るわな。はい、ちょっと僕的に思うのはまずここのくぼみね。そうだ、それで思ってました。もうこれかっこええわ。なんかこの些細なこれやけど、通常みんなこう落とすやん、普通はね、ね、それをここをラウンドさせて、はい、逆 R にラウンドさせてのここもつなげていくという。で、当然サイドステップに純正やろ、社外品ですよ、これ。これも作られてるんですよ。はい。これも社外品として、この K ファクトリーさん、エアローオーバーさんのエアローになります。で、細かく言ったら、これもね。ヒンジ。うん。ここやない？ないない、こんなん普通ないよ。これも売られてます。で、ただこれ面白いのが、ちょっと開けると、実は何もくっついてない。ほんまや。何も、上から見ると何もくっついてない。まあ、一種ダミーですから。でもすごい考えられてるよね。すごい。すごいです。で、まあここのモールね、はい、当然ね、さっきも見てもらってる。ここがあります。はい。で、あとこれね。ね。サイドマフラー。これかっこいいですね、やっぱり。これ実は左右両方とも出てます。はい、左右4本出し。おー。で、車検対応で出されてます。あ、いけるんですね。はい。車検対応で。車検対応品がちゃんと出ておりますんで。そこも頭に入れてもらったらいいかなと思います、はい、ちょっと後ろも見ていきましょうか。あー、あとアルミホイルね、これアルミホイルも次感もいいっすよね、タイヤのね。ちょうどこのちょっとポンっていうのがね、はい、あのゴツゴツタイヤじゃなくて、ね、そこがまたこれのちょっとシャレオツなとこ、シャレオツなとこですよね、はい、でまあブラックで染み込むというね、はい、いいですね。でまあキャリパーカバーもエアローオーバーさんに出されてます。やっぱりいりますね。なんかこんなにホールが決まってやっぱりワンポイント欲しいですよね。その通り、その通り。いい感じでございますね。あー、すっげー。続いてね、はい、あのちょっとリアも見ていこうと思ってるんですけど、はい、もう見ての通り中途半端ちゃうから、なんかあの乗っ取ってもなんか逆に優越感が、そうですね、でそう満足感はありますね。満足感はすごく変えると思います、まあ、で、さっきも言った通りこだわりこのモールはもう直線で打って入るようにちゃんと作ってあって、はい、それを張り込んでます。で、支えのことだけど、まあ、リアバンパーとかこのカバーとか行く前にエンブレムも出されてて、ああ、なるほどね。まあ、ちょっとそのままもう見とったら G62 って書いてあるから、はい、何って感じやろ。分かる、これ G62 っていうか形式ですか。違うよ。何ですか、この車の名前何。ジムニG ムーニーか。なるほど、そうですか。シャレ聞いてるな。おしゃれですね。そう、おしゃれ。ジムニーですわ。ほー、なるほどね。で、あとこういうのも、これ純正で黒なんですよ。はい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 。あえて同色の、これは塗られてる。これはデモカーらしさがあって、ハンド出てるという。こういうことがやっぱりね、デモカーのクオリティが上がりますもんね。その通りやね。はい、あのそれは僕らもね、こだわるとこめっちゃあるから、すごいよく分かります、ね。やっぱり色分けであったり、そういうのと一緒で。ね、あのこれ通常は黒色の、はい、なんか普通のプラスチックのカバー。それをちゃんとこう研いで、ちゃんとつるっとした状態にして、同じ色に塗られてます。こういうのは、もうほんまにあのメーカーさんのこだわりになります。そうですね。で、まあ当然、リアバンパー。はい。
ビアバンバンもかっこいいんだけどな、はい、この辺のラインもかっちり出てるしね、すごいよな、この辺の作ってるところがすごいですねそうやね、ほんまにすごい。で、テールランプ、はい、で、テールランプだけじゃ今当然車検通らないんで、反射板、はい、これが反射板、はい、そうですね。この並び方もかっこいいよね、すごい自然ですよね、自然やね、にもかもが。そうで、まあちゃんとツラも合うようにね、オーバーフェンダーの中にオイルも入るように作ってあるし、はい、あとこれ、これも作られてるんや、やっぱりその通り、これもオリジナルです。これもエアロオーバーの商品、商品となります。はあ、すげえな。でもちゃんと真ん中はこれ置いてます。 S ですね、 S、はい、ちゃんと S を置いてます。このカバーもすごい、すごいっす。なんかもうこだわりがすごすぎるやろ。はい、こちらの車を紹介しております。はい、なんかかっこよすぎて、ちょっと久しぶりに俺に乗りて、だからもう作ろうみたいな。でもこれちょっと乗ったらほんまおしゃれですよね。ちょっとこれでね、イオンに行ってもイオンやけど全然あれですよね。そのおしゃれでマジにいかんで、普段乗るだけでも全然いいっていうか、全然、ね、ちょっと例えがほんまヘクタクですけど、いやいやいや、もう全然全然、ほんまその通りだと思います。とりあえずまずはシエラの販売から。そうですね、はい、僕とこはスタートさせてもらおう。なるほど、はい、ではよろしくお願いします。はい、あと何か見たこととかある？中とかはどんな感じですか？これはまあ、デモカーで、はい、ここでお客さん乗る分にして考えてるんで、ちょっとまあ、はい、頑張ってもらって、カロのマットが、なるほど。シートカバーもなんかこうっぽい感じですよね。うん、そうやね、シートカバーね、はい、いいやろ、これもな。ハンドルもやっぱそのグレーだから皮負けなんかして、やっぱその辺もすごくなんかこうトータルコーディネートですよね。コーディネートな、はい、コーディネート。そうですね。そう、まあ中はまあいたって、まあノーマルにちょっとこうシートカバーと、プラスアルファぐらいですね。はい、フロアマットつけたという感じでなってますんで、はい、まあでもいい車でございます。車両図でございます。車両図やな。どんな社長が作ってんやろ、見たいわ。ねえ。いや、ミヤホでは。怒られますよ、それ。すごいやろ、こういうとこ。素敵だ。そこな。ほんま。G のところをすごくうまいことこうなんかこうね。そう、こういうところがね、ちゃんとポイントを押さえてるから。ポイントを押さえながらオリジナルのところもしっかりやるっていうのがすごいですよね。その通り、その通り。ね、これいいな。ちょっと久しぶりに自分も乗ってみたいなっていう感じになりました。はい。これはでもほんまにいいですね。はい。ということで、今日の紹介はこれで終わらせていただきたいと思います。はい、いいですか。で、はい、続いてね、はい、こちらデモカー、はい、今これホワイトのやつ、パールのやつ借りてるんだけど、はい、次ブルーもあるんよ、控えてます。マジっすか、忙しいですね、はい、ドレカス K ファクトリーさんの正規代理店チェイスカンパニーになりましたんで。マジっすか。はい、販売の方、はい、エアロパーツを含めていろいろと販売させてもらいます。はい、はい、お願いします。はい、ではまた次回もよろしくお願いします。お疲れ様です。